そうか。わかった。ご苦労。どうやら神田の組が四代目に勝ち込みかけられたらしい。それで組の上層部は壊滅状態。たった一人で神田とやり合うとはさすがだな。堂島の竜の名は錆びついてねえようだ。どうやら桐生さんは例の沖縄の一件で動いてるようだ。あんたがこの計画に乗ってるという情報を掴んでいるかもしれん。そうなら次に桐生が攻め込むのはあんたのところだ。沖縄のリゾート計画、あんたに紹介したのはこの俺だ。リゾート建設に関わる利権、あんたの組に入る金は千億はくだらない。今俺らの中で六代目を弾いた可能性が高いのは間違いなくあんたなんだぜ、真島の兄さん。俺はカムロ町をこの手に収めたい。それがどういう意味か分かりますよね。今桐生さんに暴られたら一番困るのはあんただ。やり方は任せます。後始末しっかり頼みましたよ。もう一軒行きましょうよ。次はどこ連れてってくれるんですか。兄貴も持つ飲みましょうよ。キリュウ、とんでもない情報が入ったぞ。今日の夕刊です。うちの政治部のスクープです。ついに防衛大臣のタミヤが民事党と沖縄県議会をまとめたようなんです。つまり基地拡大法案の成立は確実ってことか。基地とリゾートはもともとワンセット。基地が動き出したことでリゾートの開発も一緒に動き出したってわけだな。これでどうしてリゾート開発が再開されたのかが分かりましたね。ところで桐生、このリゾート開発、裏でとんでもねえ奴が絡んでるようなんだ。政治部の記者宛てに届いた情報です。匿名の情報筋からこんな写真が。これはどうやら鈴木が仕掛けているリゾート開発、裏で建設の利権を得ようとしていたのがあの真島組らしいんだ。
お？いらっしゃいませ。松屋では伝統の牛めしから豚飯、カレー、そして定番の牛焼肉定食やカルビ焼肉定食をはじめとしたバラエティに富んだ定食、さらに朝定食や季節限定メニューなど豊富なラインナップでお客様の健康と豊かな食生活を応援します。食べたい時にそこにある。ありがとうございました。何？
マジマの兄さん。すまんのキルちゃん、驚かせてしもうて。これはま、俺なりの防御策や。最近は危のうて堂々と事務所構えることもできへんからな。ようこそマジマ組。ま、地下でゆっくり話でもしようや。懐かしいの。2年前まではここで俺も戦っとった。キリュウちゃんよ、こんな俺にもな、極道としての筋っちゅうもんがあるんや。たとえ俺がそいつにはめられたとしても、ただで口割るようなことはできへん。俺の口を割らせたかったら、喧嘩で白黒つけてからにしようやないか。そうだったな。俺らはいつもそうやって生きてきたんだったな。
闘技場の絶対王者、大島の竜桐生一馬 vs 石岩の魔王シマノの狂犬こと闘技場の帝王マジマゴロ。2年ぶりに帰ってきた怪物2人、果たしてこのリングで生き残るのはどちらの怪物か。いやキリュウちゃんはずっと変わらんな。ほら嬉しいでやっぱり俺らにはこのやり方がお似合いや。ああそうだな。さあ手加減はなしや。思いっきり行くで、キリュウちゃんや！今ゴングです。来いよ。スイッスイッスイッうらスイッうらスイッスイッうらスイッスイッうらスイッうわSpare! Spare! 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 Spare!
ついな、キリちゃんよ。ほな、約束や。ゆっくり奥で話でもしようか。ああ。